はい、じゃあ続きからやってきまーす。いやー、食った食った。すげーうまかったな。幸せだ。こんなうまい飯がまだ何回もあるんだよな。がっつりとした肉や脂があったわけでもなく、上品な味付けなのに確かな満足度。ま、1.5 人前も食べればお腹も膨れるってもんだ。食事の後は、ついに明日に控えた自由行動の最終打ち合わせとは言っても。再三打ち合わせしたように、向かう場所とルートはそこに書いてある通りね。双葉さんが持っていたクリアファイルには人数分のスケジュール表が挟まれていた。これをタクシーの運転手さんに渡せば案内してくれるんだよね。そういうこと。タクシーの運転手さんもプロだからね。最適のルートで連れてってくれるし、おすすめのお店や施設も教えてくれるんだそうよ。まあ、本当に詳しいよね。あとは寝てても時代村に連れてってくれるってわけだ。いやー、楽ちんだな。だからって夜更かしは厳禁よ。万全の体調で挑むようにね。まあとは言っても、はーい、そうはならんよな。あまりにもクラス委員長がしっかりすぎて、引率の先生とその他学生3名といったような様相の俺たちの班であった。打ち合わせを終えて部屋に戻ると、すでに布団が敷いてあった。ひゅー、いいな、こういうの超便利。俺も家に一人、身の回りのお世話をしてくれるメイドさんが欲しい。身の回りの世話よりもメイドさんのウェイトの方が重いように聞こえるんだけど。そりゃそうだ、メイドさんは欲しいだろ。男のロマンが目いっぱい詰まってるもんな。うっ、ケイスケてめえ。ケイスケの投げた枕が不意をついてクラスメイトの顔面に直撃した。枕投げやろうぜ、枕投げ。これも修学旅行の醍醐味だ。そういうことなら容赦しないぞ。おりゃ、いいもの持ってるじゃねえか。狙いは掃除だ、一斉掃射。俺かよ、クソ、簡単にはやらねえぞ。ディア十シスベシ。弾だ、弾が足りない、補給兵。新しい枕だ、使え。押し入れの中から良いの枕が追加されて、サンキュー。人数以上の無数の枕が乱れ飛ぶ。何が勝ちでも負けでもない、ルール無用の枕バトルはいつまで続くのか。いつまで起きてるんだ、ほらほら寝ろ寝ろ、明日は早いんだぞ。はーい。女の子の部屋に遊びに行かないのかな。永遠に続くかと思われた枕投げは先生の乱入によってあっさりと終わりを告げたのだった。うへー、誇りっぽいな。じゃあ電気消すぞ。ああ、おやすみ。お前ら、いい夢見ろよ。明かりが落ちる。とはいえ、みんな寝ついたわけじゃない。こっからだよな、修学旅行っていうのは。恋バナとかね。むしろ暗くなってからが修学旅行の夜の進行帳といっても差し支えない。しんと静まり返った部屋は、誰が最初に動き出すのか確かめ合っているみたいで。緊張を乱したのは気の抜ける空気音だった。誰だよ、屁こいたやつ。そう、なんかね、こういう笑い声から始まる会話がね、楽しいんだよな。たまらず一斉に吹き出す部屋の男たち。あ、割り、俺、くせえぞ。本当のおならじゃない、明らかに作った音だったけれど、響く笑い声の数から誰一人として寝てないのがなんとなく雰囲気でさせられた。てか、こんなテンションで寝られるわけねえじゃん。先に寝たやつから顔に落書きされたり鼻に詰め物されたりするんだよな。さすがにそれはなかったな。俺前の修学旅行でひどい目にあった。油性ペンで書かれてなかなか落ちなくってよ。みんな起きてんな。んじゃ、修学旅行定番の好きな子告白大会行ってみようか。はい、右端から。俺からかよ。いや、別にいねえよ。ほんまか。いねえわけがねえだろ。本命は島原さんか、菊池さんか、いつがやさんか。なんだよ、そのピンポイント制度。いいと思ってる子当たりまくってるし気持ち悪い。ふんふん、伊達にクラス全員の動向をニヤニヤしながら把握しちゃいないぜ。弱みを握れるからな。
そういう観察眼鋭そうだよな、こいつ。性格悪いな、お前。告白大会の順番はじりじり近づいてくる。その中に上がる名前はクラスメイトだったり、俺の知らない人の名前だったり、はたまたかなちゃんや双葉さんだったりしたのだけど。んじゃお次はソウジだ。お前、あれこれ誰が好きなん？誰よ誰よ、どの女よ。別に誰って俺も特にはいないんだよ。はぁ？男たちの驚きの声が一斉に響いた。え、なになに、そんな驚くこと？んじゃ質問変えるぜ。さっきも何人かは言ってたけどさ、いつがやさんがいいなーって思ってるやつの数挙手。バッパ。負担がめくり上がった音が四方八方から聞こえてきた。ほうほう、ほぼ全員じゃないですかね。掃除は除いて。ぐらいのに見えてんのお前。俺のフクロウ並みの暗視能力を舐めてもらっちゃ困るぜ。すごすぎんだろ、本当に人類かお前。続きまして、委員長、双葉さん超良くねって思ってるやつの数挙手。はい。パッパ。負けず劣らずな音が挙手の、負けず劣らずな挙手の音が暗がりに響いた。つうかケイスケさ、その質問は不毛だろう。いつがやさんと双葉さんが気になんない男いるの？二人ともめちゃ可愛いじゃん。委員長なんて何でもやってくれるしさ。まあ、最高のクラスだよな。ありゃ付き合いだしたらすっげー尽くしてくれるタイプと見たね。尽くしてくれるタイプならいつがやさんの方が上じゃね。しかもお知り合いになったら漏れなく先輩までついてくるんだぜ。あんな美人姉妹に囲まれたら頭どうにかなっちまうだろ。ええ、みんなそんな風に思ってたのかな。掃除、お前自分がどんだけ恵まれてる環境か気づいてた？まあそうだよな。いや、これほどまでとは思ってなかった。だそうだ。いつがや姉妹と幼馴染だなんて超羨ましい設定の掃除はめっちゃ許せんよね。正直憎い。爆発しろ。爆発してたまるか。その妬みとその笑みのせいで俺は枕投げの攻撃対象になったというのか。先を越されてたまるもんか。みんなこの男をやっておしまい。乗っかれ、押しつぶしまえ。おりゃ。第2ラウンド始まった。ぐえ、ごえ。ずんずんずん。俺の上に何人もの男が乗っかかってくる。これ本当にたまにガチできつい時ない？ちょっと太ってる男友達が来ると本当にきつい時あるよね。どうだ掃除、お前がどれだけ恵まれた環境にいるのか身をもって思い知っただろう。ホットでの俺が皆の憧れの女の子と一瞬でお近づきになっている。皆にはそう見えるのかもしれないが、俺は皆よりずっと前から知り合っていて、皆より早姉とかなちゃんのことを知っている。皆の憧れの彼女たちと誰よりも昔から知り合い仲良く付き合っているというのは、この程度の重圧を与えられたくらいじゃへこたれないほどの優越感なのだ。ギブアップ。それはそれとして、大の男が積み重なったら降参する。よーし、リア充に鉄槌を食らわせたところで気持ちよく寝るか。おーっす。おやすみ。早いな、もう寝たのかよ。付き放題してくれんなお前ら。はぁ、あ、悪いな。でもなんだかんだでお前も楽しんでんだろ。まあ立ち回りがうまいな、ケイスケも。まあな、全部分かっててやってるのが憎いよね。転校してきて1週間とは思えないほど溶け込めているのはケイスケのおかげでもあるし、他の人たちとの縁でもある。みんなの本音が聞けたし、ちょっとおかしいし、ここらから来てよかったって思えるよ。なんて締めに入ってる場合じゃない、まだ修学旅行は始まったばかりだ。明日は今日より長丁場、俺もとっとと寝ちまおう。おやすみ。うん。今度こそ本当にいい夢見ようぜ。女風呂に侵入する夢とかさ。結局ケイスケの好きな人ははぐらかされたなぁなんて思いつつ、確かに。修学旅行初日、京都の初夜は更けていった。2日目、京都は秋晴れの陽気に恵まれた。よかった、晴れたね。天気予報の降水確率も 10%、 この分なら晴れ用のプランで行けそうね。よかったよかった。
これも日頃の行いのなせる技だな。誰の行い？かなでかしら。そうくんかな。転校してきたお祝いだよ。双子さんでしょ。クラス委員頑張ってるし。ケイスケ？みんなのサイクルには俺が入ってないのね。もういいよ。とっとと最初の目的地に行こう。それじゃあみんなに渡したスケジュール表の通り、まずは時代村ね。双葉さんの文字で書き込まれた自由行動スケジュール表だ。時代村に始まり、昼食を取る場所、甘味を食べる場所、道中の神社仏閣を経由して、ゴールは山にあるという水上神社となっている。見る時間はたっぷりとっているから余裕のあるプランになってるはずよ。水上神社を見た後でもまだ時間が余ったら下山しながら考えましょう。本当にしっかりしてるな。僕一人で行くときは本当に、なんか行きたい場所は決めるんですけど、いつ行くかみたいなのは決めないですね。その日の気分で。変なトラブルが起きなきゃいいけどな。旅行にはトラブル&ハプニングがつきものだ。そうね。我が班切ってのトラブルメーカーさんは、他の修学旅行生に声かけたりしないように。え、それ俺のこと？クラスの班ごと順々にタクシーに乗り込んでいく。あ、俺後ろだと車酔いするから助手席でいい？ナイス。それじゃあ俺たち3人が後ろだな。今日1日よろしくお願いします。挨拶をしながらかなちゃんが乗り込んで、その後に俺、双葉さんへと続く。これ掃除は素でやってんのこれ。さほど広くない後部座席の間で触れ合う方がちょっとだけくすぐったかった。真ん中ってこと？すっげー、本当に時代劇みたいだ。タクシーの中で話しているうちに、あっという間に時代村に到着だ。写真で見るのと等身大の実物はやっぱり違うな。タイムスリップしたみたいね。学生がクラスごと戦国時代に行っちゃうやつとか、ドラマでもあるよね。当然俺たち以外にも観光客や修学旅行生がいるし、スマホだってもちろん圏外になってないし、本当に江戸時代にタイムスリップしたわけじゃない。まさにそれの撮影とかもここで知ったんじゃないかな。お？あっちで何かの撮影してるみたいだぜ。ケイスケが指を指した方ではギャラリーが壁を作っていた。カメラが回っていて、明らかに観光客ではないスタッフらしき人たちも大勢いる。せっかくだし私たちもちょっと覗いてみましょうか。お、あの人テレビで見たことあるぞ。ん？お、本当だ。名前は忘れたけど確かに見たことある。悪役多い人だよな。男の俺やケイスケの背丈でギリギリ見えてるくらいだ。女の子のかなちゃんやふたばさんはうまいことを人の波を縫わないと見えそうにない。あ、今一瞬だけ。あ、あー、確かに見たことあるわね。ちょっとこわもての人よね。クイズ番組に出てたのを見たわ。私だけ見えてないの？人の壁は意地悪するようにかなちゃんの行く手を遮る。どうせ見えないと諦めているのか、俺たちの後ろにこれ以上の壁はできないが、俺たちの前の壁が動くこともない。かなちゃん見えない？ちょっとだけ。どうすんの？ちょまげがぴょこぴょこ動いてるのが見えてるくらいで。持ち上げたら見えるかな。マジか。いいよ、そこまでしなくても。私重いし。平気で言うの強いな。そうかな、見た目からして全然軽そうだけど。そんなことない、本当重いし、あの、そこまでしなくても。立石くん、さっさと持ち上げちゃって。奏でだけ見れてないっていうのも気持ち悪いでしょ。さきちゃん、さきちゃんは絶対止めると思ったのに。旅の恥は書き捨てって言うしね。羽目を外してるってほどでもないし。な、他ならぬ立石くんならね。これはかなちゃんの両脇に、両脇に両手を添えて、よっ。かなちゃんの体をリフトアップ。くすぐった。いた。見えた？真ん中にいたでしょ。うん、見えた。テレビに出てる俳優さん、すごいね。地元でもたまにプライベートの芸能人とすれ違うことあるけど、
やっぱりこういうとこで見ると違うよな。そういう経験ないんですよね。まああんまり外に出ないっていうのもあるんだろうけど。気づいたことないわね。結構いるものなの？ちょっと売れてる程度の芸人とかね。ああいう人だって普段はコンビニとかスーパーで買い物してるわけだからさ。ヒューマンウォッチングしてると案外いるもんだぜ。この前だってコンビニでオッペングッペンのボケの方を見たし。誰だ？オッペングッペン？あれ知らない？漫才コンビなんだけど、俺的には来年あたり来るんじゃないかと思ってるんだけど。熊田雅史は見たことありますよ。唯一見たことあるのは熊田雅史っていうね。知らない、聞いたことないな。自分が知らない人を見かけたと言われても大した自慢話にはならないわよね。いいよいいよ、来年オッペングッペンが大ブレイクしたら覚えておけよ。残念ながらケイスケの予言は当たることはなく、ひな壇芸人としてちょろっと見かけるくらいにとどまるのであるが、そうくんに持ち上げられちゃった方が大事件だよ。本当に重くなかったかな。まあそれはさておいて、珍しい人も見られたところでコスプレ記念撮影と行こうか。いいね。え、もう？いきなり？お昼過ぎると混み合って順番待ちになっちゃうのよ。ああ、みんな考えることが一緒になっちゃうのか。そういうこと。早い時間に取っておいた方が後の時間が有効に使えるってわけ。あ、もう結構混んでるんだね。早く決めないと。そして衣装を選んだ俺たちはそれぞれ着替えを終えて大変身を遂げて勢ぞろいしたのである。はあ、さきちゃんいいな、やっぱ。ごめんなさいね、さきちゃんのことしか言ってなくて。にんにんでござる。暗躍や偵察してそうな、実際温泉でのぞきをもくろんだケイスケは忍者の衣装に身を包み、ある程度目星はつけていたけど、いざ衣装を前にしたらどれにするか迷っちゃったわね。委員長は新選組でござるな、似合うでござる。特徴的なダンダラ羽織をまとう双葉さんはリリッサーが生えてベストマッチ。クラス委員長なだけに局長の近藤勇かな。今宵の虎徹は血に飢えているわよ。刀を構える双葉さんはまんざらでもなさそうだった。委員長かっこいい。俺切られてもいいでござる。美少年だったっていう起きた掃除でもいいかも。あら、起きた掃除ならむしろ立石くんの役目じゃないの？俺が起きた？あ、名前から言えば確かにそっか。名前だけ一致していても起きた掃除って柄じゃない、新選組ファンから怒られそうだ。そうくんのお侍さんもかっこいいよ。もっと派手な将軍様とか町奉行の格好も似合うと思ったけどね。暴れ出したり桜吹雪を見せつけそうだな。拙者はしがない侍で十分ですおろう。いつがや殿の着物も可愛いでござるよ。ありがとう。普通の町娘だけどね。袖をつまんでくるりと一回転。確かにかなちゃんの衣装は江戸時代ならどこにでもいそうな姿ではあるけど、団子屋さんの看板娘みたいなオーラを醸し出している。立石くんも何か言ってあげなさい。タバさんがツンと肘でついてくる。うん、かなちゃん似合ってるよ、可愛いで、そぼろう。まっすぐ褒めるのが照れくさくて侍苦笑でごまかし気味になってしまった。そう、ありがとう。実際なんか僕も読んでるだけだけどそういうセリフ言うの恥ずかしいわ。おっと、写真の準備が整ったらしいでござるぞ、みなの衆。主人公顔映んないのかな。ケイスケはあっという間にいつものおじゃらけテンションに戻すとピシッと忍者ポーズを決める。ポーズ決め、パシャ。こうして修学旅行の思い出アルバムには新たな1ページが飾られたのであった。楽しかったね。なかなかいい体験をさせてもらったわ。不埒な忍者を切れなかったのが少々心残りだったけどね。ひどいでござる。そんなことになったら俺はとんずらするでござるよ。それなら指導不覚悟で切腹ね。
前門も後門も退路なし。結局切られるでござるな。もう役に入ってんだこいつら。いつまでござるござる言ってんだ。いやなんか癖になっちゃってさ。そして俺たちは、長屋のある通りへと差し掛かる。長屋って今で言うアパートって感じかな。昔の人はこんなところに住んでたんだね。そう、借家よ。長屋って落語や川柳の題材になってることが多いわよね。そうね。ワンと箸持って来やれと壁をぶち。白色だな。その日暮らしで貧しくもお隣さん同士で助け合ってたみたいね。アパートのお隣にどんな人が住んでるかも知らない。現代日本が忘れかけている姿でござるな。まあそうだよね。醤油、調味料の貸し借りとかもうないよね多分。今はたくさんもらっちゃったからお裾分けなんてのもめったにないらしいな。しないらしいな。そうなんだ。うちのご近所さんだと未だにそういう交流あるんだけどな。かのちゃんも家にお裾分け持ってきてくれたりするもんな。時代が時代だからね。せっかく美味しくできたなら食べてほしいしね。ん？おい、ソジ、前から来てる奴ら。え？ドン。いて！あー、なるほど。ごめんなさい。あー、いてー。マジいてーわ。こりゃ骨の一本もいっちまったかもな。カナちゃんに肩が当たった男は大げさに自分の肩を押さえる。マジかよ、それ大変だ。俺ら修学旅行の最中だってのによ。笑みを浮かべながら下手くそな演技をする彼ら。は、当たってきたらお前たちだろ。あ、ぶつかっといて俺らのせいにしようってのかよ。そんなに強くぶつかったわけじゃないでしょ。か弱い女の子に当たっただけで折れる骨なんて強い。どんだけひ弱なの。あ、威勢がいいお姉ちゃんだな。あのぶつかっちゃってごめんなさい。かなで、謝る必要なんてないわよ。どうやら真面目すぎる双葉さんは本当に彼らの思考が理解できてないらしい。このままだと自分の身が危ういことすらも。どう出る。あー、もう怖いな。怖いけどさ、すいません。彼女たちにまで怖い思いをさせ続けらんねえだろ。あ、もう勘弁してください。俺たちも修学旅行中なんです。厄介事は嫌なんですよ。立石くん、謝る必要なんてないわよ。この人骨が折れてるはずなんてない。難癖つけてるだけなんだから。たく、なんでわかんないかな。ちょっと何する気よ。男の手がじりじりと双葉さんへと飲み始める。やめろ。双葉さんに触んな。これ以上近寄らせたくなくて、ましてや双葉さんに触れさせたくもなくて。俺は震える声を絞り出していった。なんだおめえ、嫌がってんのがわかんないのかよ。おうおう、かっこいいね。ぐっ、脇腹に衝撃が走り体が飛ぶ。強えな。長屋の壁に叩きつけられた体が派手な音を立てた。蹴られたのか。そうか。おお、いてえ。許せねえ。ぐっ、二人とも逃げろ。逃がすわけねえだろ。逃がすっつってんだよ。どうするの。誰か呼んできてくれ。それまでなんとかするから。うっぜえな、おめえはよ。こっちです、こっち。警備員さん、ここです。いないと思ったら。さすが。悪いな、助けを呼ぶのに時間がかかっちまった。ちょっと押せっての。逃げんぞ。くそ、逃がすかよ。捕まえようとしたものの、伸ばした手は男の制服に手をかけただけだった。簡単に振り払われてしまい、無理やり奮い立たせた勇気は消えてしまってて、思い出した恐怖に膝が震えて動いてくれない。そ、このままじゃ逃がしてしまうのか。厳しそう返し、俺たちは背を向けて逃げ出した男たちだが、どこに行くつもりかな。ぎ、何しやがったお前ら。先行。なんでここに。それっぽい人に声かけたら、あいつらの学園の先生だったからさ、ラッキーだったぜ。俺ってば持ってるな。サンキュー、ケイスケ。なんのなんの。
お侍さんほど活躍してないでござる。いやでも主人公ナイスだったな。見せない武士道とくと見させてもらいましたぜ。そうか、そうか、よかった。結局俺たちに絡んできた不良たちは捕まり警備員室へと連行。こういう場面実際出くわしたらどうなんだろうな。謝ることしかできないよね。俺に暴力を振るった痕跡があるということで暴力事件として処理された。絡まれた側の俺たちであったが事情聴取を受ける羽目になり、他校との間にトラブル発生ということで担任の先生にも連絡を余儀なくされた。また俺は救護室で蹴られた箇所の応急手当を してもらった。多少痛みはしたけれども腫れているということをほとんど腫れているというほどでもなく跡が残ることもないだろうと、ようやく全てが片付き俺たちが解放されたのはお昼も大きく回ってしまった頃。せっかくの自由行動の時間がごっそりと奪われてしまったことだけは尺だった。まあとんだ災難だったな。ごめんなさい、サキちゃんは何も間違ってないよ。間違ってはいなかったけど煽っちゃったのは事実かな。委員長、ああいうトラブル初めてだったっしょ。話が全然通じなくって。謝り直して何とかしようと思ったんだけどうまくいかなかったな。怖い思いさせてごめんな。そうくんが謝る必要なんてないよ。ぶつかられて口実を与えちゃったのは私なんだし。私も謝ればよかったのよね。いや当たり屋みたいなもんだからさ、ぶつかるのは誰だってよかったんだよ。あいつらに目をつけられちまった時点で運が悪かったんだ。そうだね。ほんと誰も得しねえよね、ああいうの。草葉さんは正しいけど、正しいだけじゃダメな相手ってのもどうしてもいるんだよな。理不尽な世の中だ。全く本当にそう。最近はさ SNS でのね、そういう当たり屋みたいなの多いから、いやー気をつけなきゃね。本当に善良な一般市民が泣き寝入りで終わっちまうのは勘弁勘弁。助かったよ圭介。早々と助けを呼び出して呼びに行ってくれたおかげで最小限で済んだ。俺は忍びだからな、素早いのが取り柄さ。ニンニン、いつの間にかいなくなってたから逃げちゃったのかと思ったわ。委員長ひでえな。友情に熱い俺が逃げ出すわけないだろ。これでも悪いやつを見極める目には自信があるんでね。そうね、おかげで助かったわ。でも予定が大幅に狂っちゃったわね。そうね、ごめんなさい。せっかくみんなで考えたプランだったのに。そこはサキちゃんが謝るところじゃないよ。悪いのはさっきの人たちなんだから。とりあえず腹ペコだ。飯食って気を取り直そうぜ。満腹になれば元気になるって。今から行こうと思っていた湯葉のお店に向かったら時間がなくなっちゃうわ。いやー湯葉いいな、食べたかったな。お昼の営業時間も過ぎちゃったんじゃないかしら。もう普通に入り込んでるわ。予約してたわけじゃないんだろ。ならすぐそこのうどん屋でもいいんじゃないか。うどん屋もいいね。ケイスケが指を差したそこは時代村の中にあるうどん屋である。いい匂いしてるね。うん、美味しそうだよ。京都に来てまでうどんなの？本場の京風うどんってのも興味あるしさ。うん、絶対うまいよこの店。俺の勘に狂いはない。ちょっと背中押さないで。わかった、入るから。ノーチェックの飛び込みで入ったうどん屋はお手軽価格で想像していたよりもずっと美味しかったということで、今回はここで一旦終わりにします。また次回よろしくお願いします。バイバイ。